JR 東日本野球部は東京都に本拠地を置き、日本野球連盟に所属する東日本旅客鉄道の社会人野球チームである。合宿所、練習グラウンドは千葉県柏市に所在する。他の JR チームと同様、大正時代中期である鉄道省時代の1920年に東京鉄道局として創部。 1950年に行われた日本国有鉄道の地方組織改正と1950年シーズンの国鉄スワローズ発足に伴うチームの再編で東京鉄道管理局に解消し千葉鉄道管理局や水戸鉄道管理局が独立した。1987年民営火事の野球部再編の際東北ブロックを JR 東日本東北公式野球部に分割した。 それに伴い東北ブロック以外の管理局チームを統合して JR 東日本チームとなる。その後、森岡、水戸、千葉、新潟各支社については野球部が再編された。2005年シーズンから三菱自動車岡崎を率いていた堀井哲也が監督に就任しチームの底上げに成功した。2005年以降、都市対抗野球大会では4回決勝戦に 進出している。2011年、第82回都市対抗野球大会で、同じ東京都勢の NTT 東日本を決勝で、破り、初優勝を飾った。翌年の、第83回大会では、大会50年ぶりとなる連覇を目指したが決勝で、破れた。第78回都市対抗野球大会、準優勝。ありがとうございます。